では先攻後攻を決めるじゃんけんをお願いします。ジンベエター。じゃあ後攻で。わかってる。それでは試合に移ります。先攻エルシテ、いくでいくで。後攻ジンベエター、8小節3本、レディーファイ。お待たせ、 R を鳴くの出番だ。フロムティックトンが壊れ上げたオーイースター、死を刻む怪獣時計、俺に勝ちがいいわバイフン時計。渋谷のオーイースの真ん中に日高、ここにシンペイター、この光景知らねえぞ、一世愛にはどこやった。黙れそこのガキ、断れ吉田の外の勝ち、俺に勝って男泣き、低すぎんじゃねえここの雑誌。お前ね晴れ舞台でもやってるのは猿芝居、所詮は R のパクリ界、見せるパクリとサンプリングの違い。あっちで踏んでこっちで踏んで、あっちで踏んでもう飽きてくんぜ、そんなスタイル聞き飽きたんよ、こいつに食らわずミイラリアット。俺がパクリスタイル TikTok でビッグドリーム掴んでる、お前のフットはどこだっけ。 PA マイクオフっとけ、勝ちたきゃインはバイフンどけ、俺にそういうこと聞く佐山村山マイフンドです。お前のやりたいこと一つ教えてやる、大谷も言ってたろ、憧れを超えてからがヒップホップだよ。今日から変わるぜ人生観、そして大変身シンペイター。 Yeah そういうことだぜ、俺がメタモンスタイル、見たもん全てを取り込むスタイル、とうとう来たなこの時が。お前にとってはとうとう来たなこの時が、俺にとっては一瞬の連続、その違いが分かんねえなら一瞬で天国。お前とやっても肩腹痛いしハラハラしない、とっとと勝たしたい、残飯処理とバラバラしたい。終了。はい、それでは判定に移ります。皆さん良かったと思うふうに片手と大きな声で言ってくださいね。いきますよ。先攻エルシテ、後攻シンペーター。参りましたー、勝者シンペーター。いや付き合うの大変だよ。はい、エルシテさんありがとうございます、はい。シンペーターさんが優しくて本当に良かったです、ありがとうございます。すいません髪の毛ボッソボサで、すいません、皆さん、ベリーブラック MC バトル前説の時間はお楽しみいただけたでしょうか。ありがとうございます。ペーペーの前説でしたけど、この後平成の対決をお楽しみくださいね。えいえいえい。というわけでオーイーストでも最後言っていいですか。右手準備、エルシテだけにエルシテ、ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。